はい、皆さん、こんにちは。ダバオチャンネルの K です。今日は8月16日月曜日、フィリピン時間で今2時56分ですね。早速ですけど、今日のフィリピン市場を見ていきたいと思います。今日は良かったです。陽線でプラス3.06%、始まりが6420、落ちては6413、ちょっと落ちてましたね。上がっては6513で、そのまま今日は終わってますね。6513。細かいところ5分足で見てみますと、今日は、16日ですよね。金曜日ですか。金曜日が6320ペソぐらいで終わってたんですね。それが一気に今日はギャップアップして6420ぐらいから始まってるんですね。で、そこからぐんと上がっていって、横横が続いて、後半にかけてちょっと落ちてきたんですけど、今日は良かったですね。金曜日が最後の最後でガンと落ちたんですけど、今日は最後の最後でポンと上がりましたね。良かったです。6400台から6500台に終わって、上がって終わってますね。ということなので、まだ1週間始まったばっかりですけど、またこういう形で大きく落ちてからまたぐんぐんと上がっていく、落ちてからぐんぐんと6600、今週超えていくような動きをしていってもらいたいですね。というところで、今日のマーケットサマリーです。101銘柄がアップ、98銘柄がダウン、41銘柄がアンチェンジと不変でしたね。で、トータルボリューム、出来高の方が1.82ビリオン、18億株ですね。で、トレード回数の方が取引回数8万7000回。そこそこじゃないですかね。で、外国の方々が買って、売ってが、すごいですね。売ってがすごい多かったんですね。倍近くあるんですね。で、細かいところで見ていきますと、今日はちょっと個人的には、残念だったんですけど、先週言っていた LRW ですね。もう、過去最悪ぐらいまで落ち込んでいって、もう、買おうかみたいなところだったんですけど、今日は、最初が5分足で見ますと、最初ですよね。ここで大きくまた落ちてたんで、もうダメかなと思って、見なかったんですけど、その後、最初の5分足でマイナス19%ですね。で、次の5分足がプラス14%でぐんといって、ただその後落ちて、で、またぐん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 伸びていって、落ちてまた上がってっていう感じなんですけど、19%ですね。最初に入ってたとしても、どうだったんでしょうね。5%以上は取れてたかもしれないですけど、しょうがないですね、こればっかりは。もうちょっと長く見続けていられたら、変えてたかもしれないですね。しょうがないですね。次の機会を狙いたいと思います。次は EMP ですね。こちら16%アップですね。取引回数も2480回と多かったですね。ぐわーっとギャップダウンして落ちてて、まずいなっていう感じでしたけど、12点、12ペソぐらいですかね。そこに支えられて、そこからちょっと今日ギャップアップして、ドーンと16%アップですね。ここに開いた大きな窓を埋めに行くとすると、明日もドーンと行くのか、ちょっと落ちてからまた埋めに行くのかですね。開いた窓は埋めるっていうことで、これからどういうふうに動いていくか楽しみですね。で、次が AGI ですね。こちらが、金曜日8%ドーンと落ちて、今日が8%グーンとまた戻りましたね。ヒヤヒヤしますね、これ。この9.1914ですか、割って9ペソぐらいまで、最安値が9ペソだったんで、そこからギャップアップしてドーンと上がってますよね。次は ICT ですね。こちらもぐーっと上がっていったんですけど、落ちてきて、で、大丈夫かなと思ったら、やっぱり大丈夫でグーンと今日、7%戻りましたね。こういうフィリピン市場あんまり良くない中でずっと登ってきた銘柄だったんでですね。またなんとか上に行ってほしいものですね。次はマイナスが大きかったところで見ていきますと、PHA またちょっと下がっちゃいましたね。せっかくここがそこかなと思って、あとは上がるだけなのかなって簡単に思ってたんですけど、そうは問屋が卸さないんですかね。1.34で弾かれてから落ちていってますね。で、次が APL ですね。こちらも、同じような動きですかね。0.135で弾かれてからずっと落ちてきてて、ただ、前回の最安値をよりも今は同じぐらいですかね。ちょっと明日がどっちで動くかによっては、さらに下に行くかもしれないんで、注意ですね。
で、次は BSC ですね。こちらも同じですかね。まあ、ここがそこで8月2日が頭がそこで、そこから頑張って上がってきてたんですけど、ここ3日間ずっと落ちてきてますね。これがどこまで落ちていくのかですよね。まあ、それともこの辺でとどまって、上に登っていってくれるのか、どうなるでしょうか。で、次は取引回数別に、多かったところですね。今日も ACEN ですね。ほぼほぼ倍ぐらいですかね。の取引回数がありました。ただ、マイナス、1.91%ですね。まあ、これもちょっと、こういう上行ったり下行ったりするレンジの動きに入るのか、ICT とちょっと似てるような動きはするので、まあ、また上がっていくのかですね。はい、次はモンデーですね。これは、ダブルトップが後にぐわーっと落ちて、またガーンと登ってきて、でも17ペソの壁に、が厚くて落とされて、今ですね、また登っていくのかなっていう、またここでダブルトップとかなったら面白いですけどね。まあまあ、でも保有してる人にとっては嫌かもしれないですけど。次が JFC ですね。こちらも金曜日ガーンと落とされて6%ですね。で、今日ちょっとそれに反発したような感じですかね。ただ、まあ、細かいんで分かりにくいかもしれないですけど、ちょっと長い上髭ついてますんで、上からの圧力でぐーっとまだ上に登るなって言われてますね。次はコンバージですね。これも、今日はあれですね、十字のマークつきましたね。上と下にヒゲで、もうね、ろうそくの本体がないような状態ですね。で、こういう時は、値動きがちょっとどっちに行くか悩んでるっていうことなので、明日以降どうなるかですね。今、27ペソか、27ペソの上で動いていくのか、下で動いていくのかですね。楽しませてくれますね、コンバージョンいつも。DMC ですね。こちらも、ちょっと、なんか、ぐちゃ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 って、こう、まあ、レンジの動きを短い間にしながら、どっちに行くかっていうと、今のところここでぐちゃぐちゃぐちゃで下に落とされて、ぐちゃぐちゃぐちゃってレンジの動き入って下に落とされ、でもそっからはなんか、なんとなくこう上がってきてる感じはしますね。ただ今日6.11っていうか、まあこの6ペソあたりで阻まれてぐっと押されてきてますね。まだ早い、上がるなよみたいな感じですね。まあ、これ明日上がっていくのか、圧力が、上からの圧力が強いと下にぐっと下げられちゃいますね。次、ALI ですね。レンジの動きかなとも思ってたんですけど、どうでしょうね。ちょっと金曜日が大きくずれたんで、31.5とか32ですかね。31.5か。31.5と35の間で、まあ大きい幅でこうレンジの動きをしているっていう感じなんですかね。次はディトですね。人もせっかくこう8月の頭から頑張って上がってきたんですけど、ここ4日間続けてどん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 落ちてますね。これが今日7.6で支えられてるっていうのか、ただ単純にこの辺で終わったのか、明日以降ですね、落ちていくのか、上がっていくのか、見ものですね。次が、EMP は先ほど紹介したので、BPI ですね。BPI の方も、これも8月、これは6月末か。そこだったんですね。そこからちょっと上がって、横の動き、レンジの動きに入って、金曜日ドーンと3%上がった後に今日はマイナス0.94ですね。まあ、ちょっとこういう横の動きで、またちょっと上がって、85ペソ、6ペソってなっていくんですかね。で、最後ですけど、GMA7 ですね。こちらもそこが、先月の末がそこで、そこから頑張って上がってきたんですけど、3日間落ちて、今日2日間上がってきてるっていうところですね。で、そろそろ、この前回の最高値ですね、そこをまた目指してきてますね。頑張っていってほしいですね。ということで、今日のフィリピン市場は陽線で、プラス3.06ですね。ちょっと明日、なんかこう、ここら辺と似てると思うと、上でこう、上に行ってくれるんじゃないかなって思いますね。はい。ということで今日もご視聴ありがとうございました。今週もよろしくお願いします。